なんかストレートにしていきます。外は風強いのかな、どうなんですか。うん、風吹いてるわ。風が吹いております。はい、今日も朝から鳥が鳴いて、はい、いい天気なんだろうなっていう鳥の鳴き声で、はい、どんな感じかを予測するという。北風だから寒いの。あ、鳥が鳴きました。今カラスかな。カラスが鳴きました。マスクなし珍しいよね多分基本ね、スピンでいるからね。基本スピンでいるので珍しいです。昨日より可愛い、ありがとう。昨日はすっぴんだったからね今日はすっぴんだったんでね。こんにちは。こんにちは。もうすっぴんの時はマスクをしているので、私は新幹線ね止まっている、まあでも動いてんのかな、遅れているだけなのかね。なんかトレンド入りしてたからびっくりしました。そう、前髪が綺麗にいきました。なんで止まったんだろうね、ここまではちょっと分かんないけど。
風の影響なのか何なんだろう。前髪が綺麗にいきました。お仕事の人いるのかな、今日今お仕事ですって人。わ、朝まで仕事って、わあ。さっき起きました。おはようございます。もう私が一日休みあったらもう目覚ましをかけずに永遠寝てたい。永遠寝てたいね。もうなんかご飯すら食べないかも。もう動かない。布団から動かない生活を一回してみたいね。布団から動きたくないみたいな。そう、そういう生活を一回してみたい。どうなるんだろう。もう絶対できそう。で、寝てたいというか、なんかもう布団で横になっていたい。一日。こうもう、ね、普通動かないっていう。すがると同じタイプ、すがると同じタイプかも。寝てたいの。うんね、カラスも鳴きますわ。ココちゃん今朝5時配信なんで5時、何かあるのかな、それか起きちゃったとか起きてたとか。今日は何公演ですか？あ、チーム E か。女性限定公演ってことじゃ。ココナもやってんのか、うん、ね、女性限定公演だとね、どんな感じなんだろう。ちょっとコールがね、のキーが高くなるね。じゃあ男性の方は今日はね、男性の方は今日は DMM で見てくださいね。
水金亭公園か。めっちゃ昔だよね。めっちゃ昔にね、やってましたよね。最終ベルであるのかな。一回ぐらいはあるか。なんかリスタートのイメージは強いんですけど、最終ベルもあるか、そりゃ。てかなんかどん兵衛のやつ告知されてたね。でも私いるか知らない私参加するか知らないっていうね、わからないですけど、なんかファンの人がめっちゃどん兵衛ないかなって言ってたので、一応私出るか知らないですけどお知らせです。あるみたいですよ今年も。え、私出るか知らないです。だからワンチャン出ないかもしれない来てないってことはワンチャン出ないかもしれないし、まだ決まってないのか、その辺は分かりません。ごめんね、似合わせとか言うかもしれないけどマジで知らないんだ。いなかったらごめんねマジで知らないんだ。ね、その日のスケジュールはちょっとまだわからないので、まあでもあるみたいなので、興味がある方はぜひ、ありますよっていう。もう出演メンバーは多分そう、後日また発表されると思いますよ、確定次第。はいね、もうこの時期になるとどん兵衛たくさん買ってね、ファンの皆さんのお家がどん兵衛だらけになるんじゃないですか。私もありがたいことにね、何個かいただくので、そう毎年、まあ今日おととしぐらいから出てんのかな、どん兵衛めちゃめちゃ補充して補充します。なんか一ケースとか買ってたよねファンの人どん兵衛生活だよね、すごい。あ、今回も一ケースなんだ。皆さん頑張ってください皆さん荷物大変だと思いますが頑張ってください。はい、誰が出るかはちょっとわからないですけど、ねえ、すごいよねあれ、何個入ってんのあれ、一ケース、すごいよね。12個、それは大変だね。毎日食べてもね、毎2週間弱かかるわけでしょ、1ケース減らすのに。24個、どっちどっちだ、24個、お、出ました、976です、ありがとうございます、会社で配ります。おお、素敵素敵素敵、ありがとうございます、こんにちは、ありがとうございます、皆さん見てくれて。はい、この後はですね、まあ、この後って言っても17時からなんですけども、はい、久しぶりのもう1ヶ月ぶりかなぐらいの、多分そうだよね、コンサートもあったりとかしてね、そう結構久しぶりの、はい、サガリベンジャーズ、はい、配信に YouTube 配信の方に参加させていただきますので、はい、なんとしてもプラスで帰ってくるよ頑張ります、皆さんぜひご覧ください、よろしくお願いします。
それでは行ってきます。またねー。